オカハンジャは、ナミビア中央部のオチョソン・デューパ州にある都市。オカハンジャ選挙区の中心地でもある。首都ウィントフックからは、国道 B1 号で北へ70キロメートル。街の様子から、ナミビアのガーデンタウンと呼ばれる。マハレロの記念碑1800年頃に、ヘレロと、生の人々が建設した。オカハンジャは、ヘレロ語で、川の合流地点を意味する。1827年に、 ドイツ人牧師のハインリッヒシュメーレンがヨーロッパ人として初めて町を訪れ、1844年には二人の宣教師が派遣された。1894年に軍事基地が置かれた。マハレロとその息子のジャンジョンカー・アフリカナー、ホシー・クタコ、クレメンス・カプヨはオカハンジャに埋葬された。アパルトヘイト時代の人種差別主義的なシステムに変わる。 新しい教育システムの構築を目指して組織された国立教育開発研究所が置かれている。郊外のボンバッホダムはウィンドフックの水の大部分をまかなう。屋外の骨董品市場が観光客を引き付けヘレロ人の行政の中心地にもなっている。1903年の岡半社駅1909年に開業したトランスナミブの駅はこの地域の発展と開発を牽引してきた。 1870年代に、レーミッシュ選挙会によって、初めて学校が開かれた。2010年の時点では、小学校が6校と高校が2校、ある。2010年の選挙では、南西アフリカ人民機構が62%を、得票し、以下民主進歩連合が13%、統一民主戦線が8%、統一人民運動が7%、 国民統一民主機構が6%、民主ターンハーレ同盟が2%と続いた。オカハンジャーサッカークラブは1970年代に、いくつかの大会で優勝した。ありがとうございます。